作家さんって結構あれなんですね、そのどうしようもねえやつだったんですよ。ブルク狩りっていうのがいて、キッチンにイノシシいるんじゃねえかなってぐらい。おーい、油がこいつ悪口言ってますよ。犬のうんこ食わされたと思って。はい、この時打ってたな。面白かったよね。俺も東京で打ったのはそれが最初だな。あ、釈迦さんっていつその上京してきたんですか？もう19の時とかなんで、で1年ぐらいニートしてて、はいはいはい、でまあ致し方なくバイト始めた頃に、そうスロットと麻雀やり始めたから。釈迦さんって結構あれなんですね、そのどうしようもねえやつだったそうっすね、あの東京来た若い時、うん、2カ所ぐらい居候でしたね俺。あ、そうなんだ、うん、MMO 知り合い。来たんですか？いや、なんか高校の時に結構ゲームの大会で東京来てて、うん、あ、はい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 、で、まあ、ノリできたっすね。別になんか、まあ、東京さ行くだっつって あんまり元々あれですよね、若いね、福岡とかですよね。あ、福岡っす、福岡っす。俺なんか噂でちょっと聞いたんすけど、やってないっす。あの、え手榴弾の投げ方講座が学校であるって聞いたんですけど。あ、手榴弾投げ方講座じゃなくて、あの、うん、ピンを抜いちゃった時どうしたらいいかとかあ、でもあるんだね、マジでマジであるんすか？いや授業はさすがになかったかなあるんかい。でも手引き書みたいなのあるんだ。あるはず。手榴弾が一回落ちてたんだよ、確か。で落ちてて、で全国ニュースになってから、うん、あった気がする。すげえな。ニュースになってからそう言われ始めたもんね。そう結構 ね、身内とか知り合い、友達とか友達の親族とかまで含めると、はいはい、銃声聞いたことある人多いっすよマジか。近所でやっぱすげえな、桁が。いや、その銃声だと思ってなかったんだけど、次の日新聞とかニュース見て、はい、あれって銃声だったんだやっぱそうだったんだみたいな。あ、そっか、北九州か。あ、俺北九州じゃないっす、ちょっと南の方。うん、北九州はね、成人式派手なだけ。あ、はいはい、 あそこはまた違うんだ。あ、まあでもそういう仕事してる人は多いっすけど。ああ、なるほどね、うん、はいはいはい。あの辺は荒れてるっていうもんな。そうっすね。あ、じゃあ坂さんもあれか。いや、俺はだからそれが嫌で、やっぱ俺は真面目だったから、ね、俺真面目だったからちょっと耐えれなくて東京に逃げてきたっすね。あんなとこじゃねえっつって。俺がいるところは、そう、俺はここでじゃあ生きていけないと思って。やっぱゲーム好きだったし、ゲームアニメ漫画好きだったんで。 いつからやってたんですか、ゲームは？俺はね、中学生、いや初めて触ったの小学生なんですけど、その時はなんか親父が買ってきたノートパソコンでに、まあ、MMO を入れて夜2時間ちょっとやるぐらいの。小でも6っすね。俺兄貴がすげえやってたんですよ、 MMO。 あ、はい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 。あのファンタシスタオンラインやってて。はいはいはい。ああ、そう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 。でドリキドリキャスでやってたんですよ。ドリキャスね。そうそうそうそんなんあったんだ、俺知らねえ。俺そうドリキャスであったんですよ。でそれをやってると電話が繋がんないんですよ。電話回線でなんかネット回線でしたからおかんがめちゃくちゃブチ切れるっていうのを何回も見てたんだよな。多分 ADSL あったと思いますけどね、その時。俺切れ放題じゃなかった。あ、じゃないんだ。だから俺は違かったっすね。だからピーピーって音するんだよ。懐かしくないですか、この音。懐かしい、その音。懐かしいっすよ、ね、いつ聞いたか覚えてないけど、聞いてるだろ。そうそうそう。ちょっと、またゲームやってるでしょ、みたいな。それ系だったら、俺は一番新しいのは、もうそのもう一個、二個先の世代で、やっぱ家で電子レンジ使うと、無線でゲームやってるやつが全員死ぬっていう。ピンがなんか1500とかまで上がってまともに動けなくなるみたいなのはあったっすけど。あ、おかん電子レンジね。そう、おかんが電子レンジ使うとキャラクターが5メートル大きいぐらいに飛んでくんですよね。ギュンギュンギュン。いや、なんかいいな、同世代だとなんか嬉しいな。あの、エド見ました？なんか新キャラの。あー、見てるな。サイコパワーのどうのこうのみたいな感じで出てる。あ、そうなんだ。立川ヘアで苗田って人がいる。俺初めて見ましたからね、立川くん。なんかあの髪型。ああ、まあ確かにあんまり見たり、あんまりいないっすよね。さすがの九州でもいないっすよね。九州はそうっすね、いないっすね。神奈川でもいないっす。結構治安悪い方ですけど神奈川でもいないっす。あ、神奈川なんだ。相模原の川崎の方っすね。ああ、川崎。それに川崎もなかなかね、ヤンキー多いから、ね、うん、川崎は効くな。川崎しかもどんどんヤバくなっていってんじゃないですか今。だからどんどんヤバくなってるです。俺らの時代はなんかバイク乗ってコルク、わかります？ヘルメットの。あ、はいはい、わかるっす。コルクかぶってるとコルク狩りっていうのがいて
コルクかぶってんじゃねえぞ川崎でっつってやられるらしい。コルク狩り。コルクっていうね、なんかヘルメットでなんか耳元になんかね、なんつうんだろうな、あの今ダメなやつっすよね。あ、今ダメなんすか。フルフェイスじゃないやつだ。あれフルフェイスではない。あれ行けんのかな。あれ半キャップみたいなことっすよね、多分半キャップ。そうそうそう、みたいなやつ。あれマジでコルク狩りってのいたんすよね。へえ、なそんなエアマックス狩りみたいな。へえ、買ってたんすか。俺は買ってたよ。でも川崎の時だよ。いや、よいしょ。川崎でよいしょって外してたからね。カルガワなんだ。いや、カルガワじゃない、カルガワじゃない。ああ、そういうことっすか。いや、俺は買ってたねって言ってたから。カルガワじゃないんだ。完全に今、カルガワだと思って。ねえ、俺認めたのかと思った。いやいやいや、そんな俺犯罪自慢する？いやー、マジ買ったわ、コルクとか言って。悪いやつじゃん。いや、まあ、ワンチャンって思っちゃいましたね。申し訳ない。申し訳ないんですけど。ワンチャン、ワンチャンと思ったんですけど。ないな。さすがにっすよね。笹谷はずっと埼玉なんだっけ？俺マジで埼玉もう、あ、でも俺もあれっすよ。浦和生まれ、ま、浦和育ちなんで。ああ。治安は良くない。まあ、治安は悪いっすね、浦和は。浦和レッズのお膝元なんで。まあ、あの、スポーツ的な治安の悪さがある。あ、スポーツ的な、あのファンの客層がかなり熱気的。あ、なるほど ね、 そういうことね。熱心で有名なんですよね、浦和レッズは。なんか子供の時あれでしょ、試合がある日は外出るなっていう。あ、じゃあ駅の近くに行くなって言われるね。はい、それはね、教わった。そうやってやっぱあるね、ローカルのそういうので。そのファンの人が絡んでくるってこと。いや多分暴れてんじゃないですか。負けた時がそう暴れるんすよね、多分試合に負けた時。くさ、レッツが負けたっつって。そう。でもちょっと前ここ 1,2 年なんかすげえニュースなかったっけ。浦和レッズ、なんだっけ、天皇杯かなんかの優勝禁止になったよね、ファン。そうだよ。出禁になっちゃったんだよな、確か。レッズファンは、うん、ここ最近もあったから、まあ、まだ健在なんじゃないかな。こんなんあんだ。いやでも浦和なんか最近はすごい結構あの教育に力入れてるらしくて、すごい住んでる人多いらしいですけどね。どっちの教育？あの勉強。ああ、町のね。そう、サポーターを教育してんのかと思った。俺もそうだと思った。遅いだろ、遅いだろ今さ。何年治安悪いままなのか。そうだから、東京と家賃変わんないらしい、駅周りは。実際ね、埼玉は便利だからな。いやー便利っすよね。まあ、ほぼ東京なんで、まあ、電車1本で行けるしな、すぐ。逆に言ったら池袋はもうほぼ埼玉だし、うん、ああ埼玉よりだからか。うん、池袋俺埼玉県民しかいないと思ってる。それ埼玉ね、利用する、利用する、実際利用するかも、うん、そうっすよね。ラーメン屋も多いしな。ラーメン屋も多いし、一番多いんだよ確か池袋駅周りとか。ラーメン屋、ラーメン屋、そう、超激戦区らしい。へえ、そうなんだ。あそこうまいラーメン屋あんの。俺は林田っていう醤油系の意識高い系ラーメンなんですけど、マジでうまい。なんとあのフードさんもうまいと言っていた、あのラーメン中毒、ラーメン屋、そう、ラーメン中毒。フードさんがうまいって言ってたラーメン屋です。まあうまかったけどな、うまかったけど、なんかラーメンって感じしないんだよな。嘘、上品すぎる。おしゃれな感じか。あのね、店がまず綺麗すぎる。あー出たー、わかる、高さわかる。俺床ぬめついてたらぬめつく方がいいよね、高さはね。ダメだから俺は、ね、そう、メニュー触りたくないぐらいベタついてる方がうまいラーメン出てくる。やだよ。わかるわ。いや俺は高さの気持ちわかるわ。わかるわ。あ、でも横浜ってそうっすもんね。家系ラーメンのイメージあるもん。そう、俺だ、林で行ったところ寿司屋かと思ったもん。綺麗すぎて。確かに寿司屋っぽいよね、ちょっと。そうそう、ちょっと寿司屋っぽい作り自体。カウンターがなんかあの木のさ、なんかニス塗ったテカテカしたやつだし。そうそうそう、あ、本当おしゃれだな。ラーメンもマジで綺麗っすよ。なんかツヤツヤして輝いて見えるラーメンが。なんかトリコでしか見たことないラーメン出てくる。え、でもね、幻のビールうまいんすよ。ちょ、一回行ってみてほしいね。あ、行ってみたいよ。林田ね。なんかね、釈迦さんおすすめよ。俺おすすめ、いや東京あんまうまいラーメンない。あれ、そうなんだ。いや、あそこ、あそこ、ね、恵比寿にあるつなぎっていう味噌ラーメンうまい。つなぎ、つなぎっていう味噌ラーメンうまい。味噌ラーメンなんだ、ここで出てくる。あれ、いや東京はね、マジで豚骨ラーメンガチでます。あ、本場に比べると まずい店マジで多い。まずいんだ、うん、でもなんか福岡って飯めっちゃうまいって言うんだよな。そうなんだ。福岡飯うまいっすよ、何でもうまいっすよ。魚もうまいし、鳥もうまいし、牛もうまい。まずいレベルってすげえな。いや、まずいはいや、でもね、たまにとんでもない、なんかキッチンにイノシシいるんじゃねえかなってぐらい獣臭がする。、うん、自然の匂いがするラーメン屋たまにある。絶対無理だ。だから俺結構その福岡のラーメンくせえって言われるの
あれね、本当に臭い店があるんだなって俺東京に来て気づいた。ああなるほどね。あれはあの一蘭とかは福岡県民からすると別にまあまあ、まあ俺もまあまあだけど、一蘭はめちゃくちゃ酒飲んでわけわかんなくなってる時に食うラーメンっす。まあそうよね、麻痺させた状態で行くやつ。まあ、そうそうそう、ね、まあそうよね。でちょっと支え班いるのに申し訳ないんだけど、ちょっと耳塞いどいて。まあいいよ。あの一蘭はマジで飲んだ時に食ったら油がくっそ多いから、おい耳下げって。えっ、サザエは一蘭好きなんだ。もう想像できた。俺もイヤホン外してるからやめて。はいはいはい、まあ、やめてない、いいや話しても。まあまあいいや、サザエ一蘭好きなんだ。でもうみんな店の前でっていう感じの店っすね。まあまあ、あんな地元に行かないかも。まあそうだよな、酒飲んでる時以外は。行かねえな、飲み帰りぐらいしか行かねえな。そうっすね。え、家系ダメっすか。家系はね、まあちょっとさすがにダメ、まあ俺はマンチ。結構好きっすよ、家系言うて。マジアンチ、アンチ、アンチ、アンチってマジは言ってないです。アンチ、アンチね、アンチ。俺は申し訳ない。いやでもね、一番家系なんだよ。いやでもね、食ってもね、別にまずくはない。あー、微妙。いやなんかね、まあまあ、そう、米を一緒に食うのが当たり前だという文化がちょっともう精神的に辛い。なるほど、ね、食べないの。いやだってラーメン屋行ってんすよ、何食いに来てんのってなりません？あ、出た出た出た。そう、寿司屋でハンバーグ食ってるやつ俺嫌いなんすよ。まあ子供はいいけど。あれだもんね、そう、ラーメン屋で半チャーハン頼むやつバカだもんね。やっぱチャーハンは最悪いい。いやで、いやで、そう、あのね、あ、そう、餃子もいいし、いいんだけど、いや でも、あの、ラーメン屋行って、チャーハン食って帰ってたら意味わかんなくないですか？あ、チャーハンだけ？そう、チャーハンだけ食って。なるほどね。まあ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 。え、あの、ライスおかわり無料とか引かれないの？いや、俺はね、ラーメン屋に行ったからね、やっぱ麺で腹いっぱいにしたいから、俺はね、福岡でラーメン食ったらもう無限に替え玉して。あ、でもこれ、あ、そっちか。そう。文化の違いっすね。だ、替え玉が前提の文化じゃないですか。あ、そうそうそう。豚骨って。まあ、確かにね。替え玉100円みたいな。まあ、文化の違い感じますわ。ああ、まあでもそうだね。だから俺は絶対、もう替え玉を必ずする。だから、そのラーメン屋行ってさ、大盛り頼んでも少なくない？まあ、少ない。だから、その家系も米食うわけじゃないですか。あ、それは替え玉出したらよくないって思うわけです。はい、大盛りで別に少ないんだ。家系の大盛り足りんっすね。シャガさん結構食うんだよな。食いますね。いや俺麺はねマジで食える。あ、でもつけ麺は無理。あ、つけ麺ダメ。いやいや、つけ麺自体そう、そもそもそんなに好きじゃないけど、あ、大体嫌いじゃん。いやいや、そう、つけ麺はなんか食えない量。確かに、まあ、つけ麺多いよな。うまいけどな。え、なんでだろう。なんかね、細い麺の300と太い麺の300って違うんだよな。ああ、まあ確かに気持ちね。だから俺、まあ、か初めて東京来て働いて、うん、俺新宿の西口付近で働いてた時期あって、あそこ三田製麺あるんすよ。ああ、三田製麺 ね、はい、ね。そう、俺はその福岡のラーメン文化の前提で行ったから、はいはいはい、俺ね、なんかね、大盛りか特盛りかなんかでなんか 400-500g 頼んだんすよ。ああ、結構行きましたね。そしたらね、食うのにね1時間半かかった。借りすぎだろ。借りすぎだろ。騙されたマジで。仕事が多いからな。マジバケモンみたいな。三田製麺ってさ、ちょっと甘めだからさ。そう。確かにきついかもね。うまいけどな。あ、うまいね。うまいっすけど。うまいよね。死ぬかと思ったマジで。こんなやっぱ福岡うめえのか。で、福岡県民みんな言うんだよな、やっぱ。福岡に比べたら微妙だよみたいな、言うかな。いや俺、福岡に比べたら微妙とは言ってないですけどね。なんで急にバクスしてしまった。いやいや、そこまで言ってない。そこまで言ってない。あ、そこまで言ってないんだ。やっぱ魚とかは北海道うまいし。あ、北海道うまいっすね。そう、マジうまいね。東北ね、やっぱ果物うまいし。あ、果物は福岡もうめえや。でも福岡の方がうまいとは思わない。どっちもうまい。福岡の、俺でも一回旅行行ったんですよ、福岡。はいはい。あの、明太子。あ、明太子うまいっすね。あれは確かにめちゃくちゃうまかったわ。いや俺ね、明太子が家の冷蔵庫に入ってないことないっすね。あ、やっぱそうなんだ。そう、ない。県民は。やって思って配信で何回か話したんですけど、うん、意外と福岡県民の中でも割とそんなことないらしい。あ、釈迦さんだけ。特別好きなだけっぽい。いやでもうまいんだよな、はい、確かに明太子うめえよな、うん、でもね、あの明太子ね、俺嫁が北海道なんですよ。あ、はいはいはい、はい、で嫁の親戚の中にその漁師とかもいっぱいいて、はい、トラックとか長距離トラックとかも、いいな、はいはいはい。そう、あの明太子、福岡の明太子って全部北海道の
あ、そっから流れてきたんだ。そうそう、味付けだけ北海道、あの福岡でやってる。じゃあ北海道がやっぱうめえんだ。あ、そう、やっぱ北海道がうまい。海鮮は北海道うめえよな。いや、ガチでうまいっすね。うまいっすよね。え、ただのただのあのなんだっけあれうまいっすよ、あの回転寿司とか。あ、らしいっすね。普通にこっちで食ったら2万ぐらいのクオリティあるやろなぐらいのやつが回転寿司でマジでいける。北海道のやつでしょ、北海道の寿司はマジでいける。そうらしい。それ北海道民言うんだよな。普通に味噌汁頼んだら当たり前のようにカニ入ってるっすからね、あのこう出しとるのに。あ、あら汁みたいなやつ、ね、あ、そうそうそう。しかも別にそんな高くねえし。すげえよな。いいよな。え、あれはダメ？くら寿司とかダメ？いや俺ね、全然うまいんだけど。俺回転寿司あんま行ったことない。俺くら寿司って行ったことない。あ、マジで。いや俺ね、なんかごめん。いや違うんですよ、違うんですよ、あの、いや俺ばあちゃん、違う、俺ばあちゃんが生魚食えないんですよ。かなです。そうなんだ、はい、いやばあちゃんが生魚食えなくて、はい、その子供の時とかに親父の給料日とか、なんかそのちょっとしたお祝い事の時に寿司か焼肉かみたいな二択あるじゃないですか。ああ、はいはい。でその時にばあちゃんが食えないから寿司っていう選択肢がなくて。なるほどな。俺子供の頃に回転寿司行ったことなくて、その分焼肉はマジで行ってる。ああ、焼肉ね、その文化で回転寿司に行きづらい。なんかシステムがわからない。いや取るだけ別に。いやでも、いやいや、なんか、いや、それで言ったらほら、お好み焼きとかも別に焼くだけじゃないですか。だけど行ったことなかったらちょっと緊張しません？なんか、いや別に、で別にそんな特別寿司とかを食いたいわけじゃないから、まあだったら肉でいいかってなる。その、そう、消去法で、どうしても寿司が食いたいってあんまならない。くら寿司はね、ガチャあるから。ガチャそれは別にダメな文化じゃねえか。それは別にどっちでもいい。でもなんかね、回転寿司系だとやっぱ結構我々の業界にかなり歩み寄ってくださってるところだと思いますよ。子供はめっちゃ喜ぶんだよね。あの二次産地とコラボしてるはず。へー。あ、そうなんだ。そう、なんかガチャでグッズ出るみたいなのあったはず確か。しかも最近すごくない？なんか回転寿司屋たまに動画で見るけど、なんかタブレットで注文したら高速で流れてこない？その人の前にビューンピタッみたいな。あるよね。でもそういうのを見れば見るほどもう行く気が失せてく。俺もうどんどん、俺が知らない間に、そうそう、もうただでさえ行ったことないのにどんどん文化が進んでいくから、どん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 行きづらくなってく。いやいやいや、あの押すだけ、タブレット押すだけなんですが、うん、怖い怖いかな。むしろ今あの回ってないですからね。いや、そうそうそう、へぇ、そうなんだ。あのね、はま寿司とかスシローとかってほぼなら回ってないんですよ。で、そうなってくるともう回転寿司じゃなくない？まあまあまあ、そう言われりゃまあそうなんだけど、だそう、やっぱ行かない理由探すの簡単なんですよね、寿司は、回転寿司って行かない理由とか。やっぱ一緒に行った人がマヨコーンとか頼んだらなえるし、サラダダメ？いや、サラダはまあいいかな。いや違う、サラダって軍艦巻きあるんですけど。あ、いや、もう知らない存在を。それってあれっすか？あれな、させようなさせやん、ちょっとちげえな。カニカマとキュウリとかがマヨネーズであえてあるやつ。今でも俺寿司そんなに食いに行かない。あ、そうなの。行かないっす、行かない。寿司屋自体そもそも肉派っすね俺。あ、ちなみに俺あのちょっとこのタイミング大変申し訳ない、あのチーム名お寿司にまつわったのお寿司にまつわる。あ、チーム名決めてたんすか？あの大トロウニカッパ巻きっていう。大トロウニカッパ巻き、俺カッパ巻きがいいっす。いやいやいや、俺がカッパ巻きやん。 俺がカッパ巻きなんだけど、あの大トロウニレベルの人たちとカッパ巻きが。いや俺大トロより中トロの方がいいな。あ、そっち。いやでもさ、この中で誰が一番カッパ巻きっぽいかって言ったら俺でしょ。いや俺でしょ。いやまあ大変申し訳ないけど釈迦さんかな、そこは。うん、俺嘘だけど。俺そうだよ。どっちかって言えば釈迦さんかな。どっちかって言えば、ね、やっぱね、俺小学生の頃カッパぐらい泳ぐの早かったから俺。マジで俺泳ぐの早いから。カッパ、釈迦さんカッパ巻きっぽいってこと？え、こいつ悪口言ってますよ。カッパに似てるって言われてますよ。これカッパに似てる？カッパの顔がわかんねえよ。どのカッパかでだいぶ人相変わるだろ。え、当初の想定だと大トロが釈迦さんで、大トロ釈迦さん、ウニ笹や、俺カッパ巻きだから。うわ、俺ウニ食えないっすけどね。いいだろ。いやでもね、ウニはね、北海道のウニ食ったら食えるぞ。出たこの話。
出たー、北海道。本当にうまいウニ食ったことないぞ、おじ。そういや、マジでね、俺さ、あれか、ウニ大嫌いだったんだよ、俺。妙盤くせえ、おじ。本当にいいものを食ったことないぞ、おじかよ。妙盤おじね。俺、ウニ大嫌いだったのに、北海道行って食ったウニ、うますぎて食いすぎて、気分悪くなった。マジか。死ぬほど食って、本当に気分悪くなった。え、俺でも俺北海道も昔旅行行ったことあるんですよ、はい、俺あんま変わんなかったけどな、俺結構貧乏人なんですよ。あ、何食ってもうまいっていうか。まあでも俺もあのね、別に好き嫌い俺もない。ああ意外とない。そうだ、うん、いやそう、あのね、やっぱ攻撃的な方が面白いかなって思ってるだけで。はい、うん、家系も普通に俺働いてた時行ってたし。定期的に。え、笹谷もこっちのウニ食えるでしょ。いや俺ウニダメっすね。イクラはイクラ。イクラもね、あんま好きじゃない。あのね。は？あ、魚卵系ダメなの？グロい食べ物ダメなんすよ。イクラグロくねえだろ。グロいんだよ。グロいよ。まあ、ウニグロいは100歩譲ってわかるけど。どんだけファンタジー漫画読んでんだよ、マジで。じゃあ、カズノコも無理？カズノコはね、ギリいけるよ。あ、ギリ、あの、カズノコのさ、透けたやつ取った時にさ、あの、カズノコから出てる、ね、意味不明なあの白いピロピロわかる？ピロピロわかる。繊維みたいなやつでしょ。そうそうそう。いやちょっとそう、グロいんだよね。ワンチャンちょっと寄生虫の可能性すら出てくる、あの白いピロピロ。あれね、ちょっときついんだよな。あ、マジか。いやでもだからあの貝類とかもダメっすね、全部。え、カキとかアワビは。あ、もう全然ダメっす。ホタテはいけるでしょ。じゃあホタテもダメ。え、ホタテグロくなくね。あれ、あのね、ホタテってホットケーキがじゃあもうグロくて食えなくなるじゃん。ホタテはまあ確かにいけるんだけど、そんなに好きじゃないんだよね、単純に。ああ、単純にね。あ、俺この前初めて白子食ったんですけど。あ、うまいでしょ。白子もダメだった。ああ、でもあれの方がどっちかというと見た目グロいけど、ちょっとなんか内臓っぽいというか、脳みそっぽいですよね、ちょっと。そう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 。確かにね、確かに。いやでも白子はね、ポン酢がうまいからなんで食える。そう、俺ポン酢かけれる。そう、ポン酢かけ、出た、ポン酢とマヨネーズかかってる食い物全部うまい。あ、マヨネーズ中ですか、シャカさん。俺割とそうっすね、マヨネーズ。俺もなんす。もう断るごとにマヨネーズ、ね、はい。いや、わかる。お好み焼きとか表面がマヨネーズで見えなくなるぐらい好きです、ね。わかる、うまいっすよね。いやダメなんだ、それ。ダメだね。ダメ。俺はやっぱ。マヨダメ。唐揚げもマヨネーズだし。風呂？いや、レモンでしょ。あ、レモンかけた上でマヨネーズでいく。塩コショウかかってたっていい。いや、俺もそう。とりあえずマヨネーズあれば最強だから。最強になれるんだから。卵焼きもマヨネーズがいい。まあ俺、素材の味族とは言わないけど、あんまかけないっすね。なんかサラダにドレッシングちょっと少なめ？俺、ひたひたにしたいんだけど。俺もビチャビチャにして、そこ濃すぎるぐらいの方が。さ、でもさ、ね、ビチャビチャにするとさ、ね、最後きつくね？いや、そうなんだよ。それはちょっとある。え、ちょ、聞いて、まあ、聞いて、まあ、あるけど、うん。あのね、俺今それ、俺もずっとそう思ってたの。うん、で、俺ドレッシング見つけて、あのさ、とんかつ屋のさ、和光ってあるじゃん。あそこの、ゆず青じそドレッシングみたいなやつがあるんだけど、うん、あれね、かけすぎてもうなんないんだよね、それに。すごい、一回試してみて。あ、まあ、それちょっと試したいな、気になる。でもね、売ってないと思う、全然。ネット通販とかで。でも、ジョジョ園サラダのあのタレ最強だけど。あー、ジョジョ園サラダの、あれは美味しいかも、実際。俺も一回しか食ったことないけど。違う違う違う、あの普通にドレッシング変えるっすよ、ね、アンアンの話しない？アン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 の話しない？じゃあジョジョ園に行くって話じゃなくて、ジョジョ園サラダって売ってんすよ、サラダのタレ。あ、そうなんだ。そう、スーパーで？スーパーでも、まあ東京だったら売ってんじゃないかな。いいスーパーじゃないでしょうね、それ。いいスーパーじゃないんじゃないかな。平常石井？成城石井じゃないでしょうね。成城石行ったことねえ、俺。多分どこでもあると思うけどな。ジョジョ園規模味わうかな、じゃあ俺。あ、めっちゃ少ねえんだ、量が。いやね、ナロさん。俺もね、俺も最近行ったことあんの。マジで。ジョジョ園？うん。初めて行った。ジョジョ園ね。うん。まあ、美味しかったっすよ、普通に。うまいよね。俺もね、一回ぐらいだけ行ったことあんのよ。いや、あんのかよ。あんのかよ。あんのかよ。この流れで。ごめん、一回だけある。なんか、牛つぼ、なんかなんだっけ、つぼ焼きみたいな、なんだっけな、肉つぼみたいな、なんか、なかったっけな、ジョジョ園に。ジョジョ園の肉はね、それ一つも覚えてない、俺。なんだっけな、つぼに入ってるのあんだよな、なんか。つぼ漬けか？それうまかったんだよな。それ焼くんすか？焼く。へぇー。うまいんですけど。
取る前から。俺タンぐらいしか食わんからな。タンしか食わねえの？俺もタンしか食わねえ。なあ、よくそれで焼肉好きって言うね。逆に逆に何食うんすか？えカルビとかいけるんすか？いやー俺も無理だけど。無理なんじゃん。俺ももう、いやそうっすよ、33だし、それはちょっと。逆に何いくんすか？一番好きなのなんすか？俺ね、レバーかも。あレバーうまくない？俺ね、レバーはね、ちょっとね、子供の頃のトラウマがあって。いや、そう、でも分かるよ。俺もそうだったのよ。いやね、俺本当にトラウマがちょっと根深すぎて無理なんですよ。どういうトラウマなんですか？え、じゃあ、笹谷いるから。いやいいよ話して。あ、まあそう、でも元々苦手なんだもんね。そう、俺は苦手だよレバーは。そうだね。いや俺ね、子供の頃、うん、家庭で親父が、うん、なんかそのなんだレバーのなんか煮物かなんかよくわかんないけど、レバーの煮物なんだ。なんかなんていうんですかね、そこになんかちょっと黒いタレが溜まってるようななんかレバー。ああ、まあ美味しそうじゃん。を、うん、あの母親が出してて、ああ、はいはいはい、で食ったらめっちゃもそって、もう水分ゼロみたいな。まあレバーはそうね、そう焼きすぎたレバーみたいな、砂みたいなさ、そうレバーあるよね。で砂食ってるみたいな。そうで俺その時犬飼ってて、お俺最初本当に犬のうんこ食わされたと思って、そう俺なんかね、親父に家族に騙されて俺犬のうんこ食わされたと思って、そっからちょっとね、じゃあんま好きくない。ここがリンクしちゃう感じね。そうなんですよね。だからレバー今でも噛むと犬のうんこ思い出しちゃう。相当根深いトラウマじゃん。うめえけどな。俺もでもそういうの多いね。なんかこうお腹壊しやすいとか、はい、そういう食べ物はマジ無理っすね。そうだよ。あ、まあ、牡蠣とか当たるとか言うし、ね、怖くて、うん、怖くて食えない。あ、ダメなんだ。牡蠣は俺しかも一回当たったしな。マジ？あ、当たったんすか？いや俺はね、しかもね、生食用じゃないのを生食用って言われて出されて食ったら当たった。やばいやん。それはやばいね。牡蠣はやばいよ。ほぼ殺人未遂じゃん。そう。うめえんだよな、でも。広島で行かれた。あ、広島牡蠣多いっすからね。そう。うまいんだよね。そう、美味しい。美味しいっすよね。うん。でもね、やっぱね、当たるとね、うまいとかうまくないとか関係ないんですよね。まあ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 、それはね。食ったら、当たる時のことを。食った瞬間わかんすか、あれ。え？あ、食った瞬間わかんないっすよね。あ、食った瞬間わかんないっす。あ、そうかそうか。食って、次の日、一日、日中、空いて夜中に来たっすね、俺。結構潜伏すんだね。結構潜伏する。目が覚めて夜中に。目が覚めて2秒で出たっす。そんなになんだ。でもアパホテルいたからギリギリ間に合いました。あ、近いしね。はい。トイレ近いから、ね。ドア開けてすぐだから。そう、完成ドリフトかまして。はい。それでギリ間に合いました。さすがアパだね。はい。アパでよかった、本当に。あの、アパホテルのさ、はい、毎回あの、創業者のあの、おばちゃんのなんか、自書伝みたいな本があるっす。自書伝、折り紙、聖書、聖書のこの三種の神器っす。あるっすよね。ある。読んだことねえけど。読んだことないな。毎回置いてあるんだよな、あれ。ある。毎回置いてあるんだよな、あれ。俺、最初机の引き出し開けたときに聖書入ってたとき、俺、マジ怖かったっすよ、なんか。ヒッてなった。あ、そう、あとアパカレーね。アパカレーはあの買う、あの受付にあるやつですね。フロントにある。そう若干、発見つ若干あれですよ、ちょっと若干狂気感じますよね、なんか。そう、あれ、マジ狂気感じ。なんか、慢性感がすごいみたいな、なんか。ちょっと怖い。葉っぱはすげえぞ、みたいな。やべえんだよ、なんか。